皆さんはポケットモンスターの世界で食事はどうしているか疑問に思ったことはないでしょうか。我々と同じく肉や魚、野菜などを食べていると考えることが普通ですが、実はポケモンの世界には人間とポケモン以外存在しないのです。本日はポケモン世界のタブー、食用ポケモンについて触れていきたいと思います。こんにちは、バズミステリーチャンネル管理人のバズです。本日はポケモン世界のタブー、食事について話していきたいと思います。ポケモンシリーズの構成を担当した須藤武さん曰く、ポケモン世界には人間とポケモン以外存在しないらしいんですよね。ということはポケモンが食べられているっていう結論になると思うんですよね。とある有名ブロガーさんが公式に対して、ポケモンは食用にされているのか確認したところ、公式からの回答は、ポケモン世界が地球とは異なり別の文化を持つ惑星なので肉や卵といったものは食べないっていう回答があったそうなんですよね。その代わりにパンとか木の実を食べているそうです。それだけ聞くとなるほどってなるんですけど、この話間違ってるんですよね。例えばハワイ痛みをしている宿、その宿の尻尾が食材にされてるんじゃないかって言われてるんですよね。というのもポケモン図鑑の説明によると、尻尾の先から甘みがにじみ出ている、栄養はないが噛んでいると幸せな気分、ヤドンの尻尾を干した後塩水で煮込んだ料理はアローラの家庭の味、普通に食べてますよね。ちなみにヤドンの尻尾はかなり希少部位らしく、ロケット団が乱獲して高値で売りさばいているらしいです。今までロケット団の資金源について考えたことなかったですけど、しっかり悪いことしますよね。他にも食用になっているっていうポケモンはいるんですけど、この時点で公式が回答しているポケモンは食用にされていないっていう話は崩れてしまいますよね。これ実は公式が嘘をついてるというよりかは、ポケモン世界の設定が結構ぐちゃぐちゃなんですね。冒頭にお話しした須藤武さんのポケモン世界には人間とポケモン以外存在しないっていう話なんですけど、ポケットモンスターレッド・グリーンに登場する船サント・アンヌ号で、厨房にいるコックに話しかけると、サンマの塩焼き、チタビラメのムニエル、牛フィレのステーキっていう料理名が出てくるんですよね。その他にもポケットモンスターレッド・グリーンの図鑑でライチュの欄を見てみると、電撃は10万ボルトに達することもあり、下手に触るとインドゾウでも気絶すると記載されています。初代の頃はかなり設定も曖昧になっていたようです。というわけで本日はポケモン世界ではポケモンが普通に食用にされていると仮定して、食用ポケモンを紹介していきたいと思います。カモネギ、カモネギは食用として乱獲され、その個体が減少したと言われています。そもそもカモネギが持っているネギ自体が食用で、カモネギもあのネギを食べるそうです。しかもネギがなくなってしまうと、ネギを探す旅に出かけるそうで、見つからずに死んでしまうカモネギもいるそうです。ちなみにガラル地方のカモネギは少し見た目が違うんですけど、あれはガラル地方のネギに対応できるように体が変化していったらしいです。チェリンボ、サクランボのような見た目をしたポケモンなんですけど、体が赤いチェリンボほど栄養が高く美味しいとポケモン図鑑に書かれてるんですよね。ガスラオ、こちらのポケモンも図鑑に食べると意外と美味しいらしいと書かれているそうです。ここまで来ると完全に食用前提に書かれてますよね。最新作でガスラオは青筋と赤筋の2種類が存在しており、青筋のガスラオは昔よく食べられていたようで、身はタンパクで美味しいと図鑑に書かれています。赤筋のガスラオは脂身が多いらしいです。続いてはポケモン自体は食べられないんですけど、一部が食べられているポケモンを紹介します。ラッキー、ラッキーは1日で何個も卵を産むらしく、その卵は栄養満点と言われています。ラッキーは幸せを運ぶポケモンとも言われており、傷ついて弱っている人に卵をあげるらしいですけど、悪い人には絶対あげないらしいです。
さっきまでのグロ路線からちょっとね世界観が戻ってきたと思うんですけど、冷静に考えると自分の卵をあげるってなかなかえぐいですよね。自分の子供をあげるってことなんで。他にも食用とされているポケモンは数多く存在しているんですけど、ポケモンの世界観が壊れかねないので、本日はこの辺りで終わりたいと思います。今日話した内容はあくまで仮説なので、あまり先入観を持ちすぎずポケモンライフを楽しんでください。当チャンネルではこれからも世界の気になる話を配信していきますので、よければチャンネル登録、高評価のほどよろしくお願いいたします。